こんばんは。ただいま、ご参加いただきました、衆議院議員の福田恵理子です。51回生です。大学中は、空手部に所属させていただいておりました。大学に進学したんですけれども、肝炎が発症しまして、途中で中退をすることになりました。で、その後、2回治療を行いまして、今は元気になることができました。まあ、その薬害の問題を通して、国の在り方が今、どうしても強い者の味方、中央の味方であって、弱い人たちのために全く役に立っていない、ないがしろにしすぎているということを感じ、憤りを持っておりました。2009年の夏に、皆さんのおかげをもちまして、国会へと送っていただき、今、厚生労働委員会を中心に活動させていただいております。3月11日に、千年に一度と言われる、こういった、東日本大震災が起きまして、この時に国会にいるということに大きな責任と意味を感じております。しかし、国政は主導権争い、そういったことには立ち切れているというふうに皆さんも感じていると思いますが、そういった政治を変えるためにも、そして西高の先輩方、後輩の皆さんに